どうもこのるです。聞いたらです。じゃあ今日は INI の「花」MV ティザー「シャープ2が公開されたのでそちらを発表していきます。まあ、前日のねシャープ1に引き続きシャープ2ということでちょっと時間も伸びてまたななんかなんとなく雰囲気もよりわかるようになったね。うんしかもミュージックフェアでさ曲がもう分かったからさうんいい曲じゃんっていうなんかこの神曲じゃんみたいなその確定したわけだからさうん。 映像としてあとはもう楽しむだけよ、本当最高だよね。わかる、わかる。だからそう、もう安心して9時を迎えられたっていうか、なんかもうそう。<laughs> <laughs> そう、すごい。確かに曲を知った上で MV シャープ2だったから、そう。うん。あ、いいわ、いいわ、みたいな。青春ってなったから。わ、うん、かる。え、だからさ、青春だよね。本当にさ、なんか、やっぱストーリー性ある感じだよね。みんなのなんかきらめきっていうかさ。うん。うん。 今までにないよね。やっぱこの感じには、いえなは。まだ、な、初めてだよね,そうだね。うん、ストーリーがっこういうがっつり感じられるのはないね。なんか、やっぱり途中ではそういうシーンあったりもしたけど、がっつりだもんね、うんうん、今回はね。うん、うん、まあ本当にずっとあるんかは知らんけど、そう、ね確かに今までは、リンゴこう見たりとか、ちょっと宙に浮いたりみたいな。確かに。靴脱げたりみたいな。<laughs> 全部ロケピアの話しとる。<laughs> とかかだったから、うん、そうだね。うん。そうだね。なんかモチーフとか結構ちょっとトンチキっぽい、韓国っぽいなんか要素とかは散りばめられてたけど、今回ほんとなんかフィルムって感じだもんね。うん、なんかね。フィルムっていうかなんかね。うん。うん、そう、わかる。だから結構さ、その青春オールスターみたいなとこあったよね。演出的にも。あー、そうだね。いろいろ散りばめられてたね。そういう随所随所にね。そう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 。 じゃあ早速ね、場面場面をね、切り取って1枚にしたので、まあそちらを見ていきたいと思います。で、まずは最初からこちら。ピオまあ、左上からね、順々に、まあ大体のシーンをね、切り取ってみたんだけど、まあ、最初はさ、この駐車場で踊るいりちゃん。シネマって書いてあるから、なんか映画館とかの場所なのかなうん。 なんかこのさ、ネオン、このシネマネオンがちょっとエモいんかねなんか、うん、なんかちょっとこう、シンボル的な感じだよね。そうだね。いやでもなんかこれすら作っとるかもしれんよね。ああ<ー>。いやでも、ちょっとお掛か,かりすぎか。<laughs> そうだね。どうなんだろうねわからんけど。<ー>うん、実際にある場所なんかなちょっとまだそこ調べきれてないけど。でもなんか夜のさ、街のこのこういう踊るの、まあよくあるっちゃあるけど、これめっちゃいいよね。わかる うん。エモいから。<laughs> 大体。<う>最高だから。わかるわかる。<う>これだけでもうめちゃいいってわかるもん。ね。で、続いてがさ、チザワンにもちょっとあったけど、あの、ホームパーティーのシーンで、ホームパーティーかは知らんが。<laughs> いや、もうこれさ、あれじゃねパジャマパーティーみたいなもんだよね。あの、ほら、クッション投げて、羽広げて、みたいなさ、その、羽毛を出して、ね、みたいな。確かに確かに、そうだね。結局、この左下にも繋がるんだけど、そう、結構この、 理必要だけじゃなくて結構いろんなメンバーいたね、他にもね。多分全員いのかなうん。うん、ね。そう。もうだから、竹一郎さ、ィザーシャープワンではなんか踊ってたけど、その後なのかななんか羽をバーンってね、クッションバーンみたいな。うん。まあ、個人的にはね、やっぱこのホームパーティー上といえばちょっとセミナーがね、ちょっとだけ話題みたいな。<laughs> <laughs> セミナー話題じゃないか <laughs>。<laughs> 前回の動画でめっちゃ笑ったから、それ <laughs>。<laughs> 単なるお気に入りの話しとるね。<laughs> うそ,うそうそう。<laughs> <laughs> そう。まあ、そんな怪しさもなく、ただね、あのー、クッション投げる、みたいな、羽を舞うパーティーだったね。ねでもやっぱさ、羽をこう回せる、<laughs> 回せるじゃないな。こう、羽がさ、こう舞うってさ、本当なんかやっぱ映像的にもすごい綺麗だし、めちゃくちゃ K-POP っぽくていい。わ、うんね、かる。な、なぜ、なんでかね、すごい K-POP 味感じるよね。これ、やっぱよく、よくあるって言ったらあれだけど、なんか K-POP っぽいよね、本当に。うん。ポップコーンに次ぎみたいな。<laughs> <laughs> そファンファレーバンバンなポップコーンに次ぐやつ。 やっちゃうそうだね。<laughs> でも俺絶対日中でさ、そんなことしたくないわ。だって、大変じゃん、掃除が。え当たり前じゃん。無理だよね。かわいさげに掃除の人みたいな。<laughs> そう、絶対無理、こんなの。<laughs> で、続いて右下が、まあ、影あの、リヒトがさ、ティザー1では、なんかハート作ってたけど、まあ、そこのシーンと同じ時なのかな、うん、なんか、みんなで影絵するみたいな。影絵なんてすることあるわかる。え、てかさ、この演出あんまり見たことない気がするわ、そう言われたら。 ああ、MV の演出でそうそう。影って、ごめん、私が全部見てるわけじゃないから、まあなんか漏れてそうな気はするけど、うん、なんか、私が見てる中だと、あんま影でこうなんかやるってそんな見ないなと思って、すごい面白いなと思ったわ。ね確かに。可愛いい、愛いいよね、なんか。うんうん、そうそうそう。 え、てかさ、ヒロムのパンツどうなっとるんちょっと今気づいた。今気づいた。これさ、オレンジ髪ってさ、ヒロムじゃん手前、手前ってかちょっと真ん中の方にいる。うん。なんかパンツすごいみ編みじゃないどういうことほんとだ。ちょっと待って、これ。ちょっと待って、これ。全然気づかなかったぞ。だから腰になんか、ま、あの、布巻いとるみたいな感じじゃないあ、そのバンダナ巻くみたいなさ、感じで。そうだ、そうだ。そうだわ。なわけないよね。パンツみ編みだったらどうなっとるんって感じだよね。危ないな。 <laughs> おしゃれなやつやっちゃう。<laughs> そうだ、おしゃれなやつは巻物だね。すいません。うん、そうそう。で、続いての画像がこちらです。よ。で、その次が、いや、ここがマジね、ほんとね、すごいね、群像劇だなと思ったんだけど、多分、入っちゃいけんとこなんかななんか、フェンス登って、まずリュックバンって投げて、こっち来いよみたいなやつやってるやつ。あー、ほんとそうだね。うわー。うん、え、これさ、ストーリーでちゃんとあるといいね。なんか楽しみじゃない どういう感じなんか、やっぱ一部だからさ、<私>ね、うん。なんか俺はなんかお泊り、お泊り保育って言ってあるあだけど、なんかお泊り会かなと思っとって、やっぱ夜の花火とかもあるから後で出てくるけど。う,ん,、うん、うん。なんか一日のそういうなんか合宿みたいな感じなんかなと思っとるんやけど。あー、ちょっといたずらっ子たちがみたいな。うんうん。そう,そう,そう不法侵入してみたいな。そう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 。<laughs> 急に犯罪見そうかったね、今。不法侵入はあれだけど、でも、まあ、この感じ不法侵入だよね。<laughs> で、まあ、その左の下がさ、ちょっと可愛いさ、建物の前で踊りにちゃん。だからさっきはさ、外の駐車場だったけど、今回は昼の、なんか芝生みたいなとこだよね。うん。だからほんとなんか、ピザー2で思ったんが唯一と言っていいほど、ここがちょっとだけ、あの、花見があるっていうか、フラワーっぽい感じなんかなちょっとそのね、自然って感じで。これでもスタジオじゃないんかねすごいね。わー、でもスタジオの可能性もあるね。うーん。どんななんだろう。え、おもろと思って。 なんかね、ドリームとかなかった最初。初期のドリームこういう感じああ、確かにちょっとドリーム味あるかもしれん。<laughs> だよね。うん。いやでもここで踊っとるやつすごい好きだわ。なんかすごいね、わあ、華やかーってなったもん。うんうん。そうだね。明るいしね、やっぱり映像的には。そうそうそう うん。てかさ、やっぱたまに映るさ、たまにっていうかその映るダンスシーンでさ、やっぱセンターはまさにのこと多いと思うんだけど、今回、ティザー2は。うんうん、2> で、ちょっとまさにアップ見っていうか、ちょっと近めに映るさ、感じの、ズーム見の時あるけど、すごい動き綺麗だよね。<laughs> すげえってなる。いや、わかるわかる。うん、あ、ちょっとミュージックフェアの時の感想で言うの忘れたけど、ミュージックフェアでもアップとかで映るとことかの、振りも丁寧な感じとかすごい好きだったわ。うんうん、かる。うん、だからスモークチャレンジもやばいんぜ、本当に。<laughs> そうね、すごい好き。 好きじゃんスモークチャレンジ <laughs> 本当に、本当に座んで欲しいけど、その振りは好き。<laughs> まだ言う <laughs> からから。うちはちょっとタバコ苦手だもんね。<laughs> 苦手だから。<laughs> で、その次が、まあ右下なんだけど、あの、ヒロムとタクミくんのタクロムが、なんかカートかなんか乗ってんのかなで、押してんのかなヒロムが。タクミくんを。出た。 K-POP のこの最高の、しかもで、花火、周り花火なんやろそう,そうそうそう。<laughs> 花火って彼氏みたいなのやめてよ。花火 <laughs> 渋谷 <laughs> 渚なぎさまえみたいな。いや違うよ。<laughs> <laughs> そう。やっぱ K-POP あるあるだよね。やっぱカート乗ってね、ガーンのやつはね。そう。そう。なんかさ、このシーンさ、この切り取ったスクショのところはそうでもないんだけど、結構さ、スクショした場所によっては、なんか、たくみくんちょっと不安そうっていうか、なんかちょっと、ここ怯えとる表情っていうか、<laughs> ちょっと怖そうなんね。なんで、わからんけど、スピードかわからんけど、意外と動く、このカメラで見ててもちょっと速そうだもんね。そう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 。なんか、たくみくんちょっと不安そうなんもすごいよくて可愛くて。<laughs> そう。で、ヒロムが無邪気にキャッキャー押してる感じもね。なんか普通さ、ヒロムが乗ってて、タくミ君が押すみたいなのが、なんかそっちの方があり得るなと思ったんだけど、逆なんかあえていいなと思って。うんうん。しかもヒロムなんてさ、こういういたずら絶対したことないやろ。こういうの。坊 <laughs> ちゃんだもん、ヒロムは。<laughs> <laughs> お坊ちゃまですから、<う>ないから、そうそう、だからいいですよって言われたら喜ぶみたいなさ、そういう感じがすごく可愛いよね。確かに。すごいキャッキャーやってそうだよね。<laughs> そうそうそう。いや、別にうちらもやったことない。 いないないけどね。どね <laughs> そこはね、否定しよう、ちゃんと。<laughs> で、次の画像がこちらです。よ。で、次はね、また昼に戻るんだけど、プールに飛び込む、この衣装は雄大かななんかあの、ザボンで右側でね、なんか上からバシャーンって降りるのが多分これ雄大だと思うんだけど、そう。結構激しめね、プール飛び込んでるよ。だからほんとさ、プールシーン本当だね。うん、ありましたね。プールシーンありますだね。大方さんみたいに。大方さんみたいに。 プールシーンあります <laughs> ていうかあったんよティザワンでもほら MJ とさ家事が出とったからあるんよそもそも <laughs> おぼかたさんやりたいだけなんでそうそう最近どの動画でもおぼかたさんやっとるよねいや <laughs> も,もうやっとる人おら,よ、ね、おらんしおぼかたさん本人も多分もう忘れとるよきっと。<laughs> <laughs> 申し訳ないよね。<laughs> うん、<laughs> こんな掘り返して。ほじ,っっじっくってね。そう。そう。結構激しい。だからなんかさ、MV 撮影っていうよりかは、本当なんか遊んでる感じするよね。うん。いいシーンだね。でもこういうのも。なんか、かいっぱい撮っとるよね。やっぱり。うん。確かにシーン多いね。うん。 そう。意外とプールの中さ、ってかプール結構そこ一緒になったからあれだけど、意外といっぱいおるんよね。だから全員おるんだと思う、きっとだから。うーん。えよくない一番いいやつやん。何するにもみんな一緒みたいな。一番うちらが見たいやつやん、うん、それ。いや、そうだよ。そうだね。いいね。いい。えー、プールシーン長めでお願いします。<laughs> <laughs> そう。で、その次が、多分あの、ティザワンでも最後走ってたけど、なんか走るみんなみたいで、ここもね、超青春みやって好きなん。んね。うん。みんなで走るなんて最高や。もう、一生走っててほしいよね、うん、みんなでわ、ね、かる。うん。走るだけで最高なんだから。ねしかもめっちゃ笑顔。ちょ、西君超いい顔してるもん。わかる。逃走中みたいな。ね、いい顔してるよね。<laughs> そういや、逃走中もっと真面目なんよ。<laughs> <laughs> <laughs> しかも、そう、かっこいいしね、岸くんね。かっこいい、<laughs> マジで。いつも人助けんだから。そう。男気感じてみんな惚れるやつなんだから。そう、そう <laughs> <に>、そう。そう、リヒトもめっちゃいい顔して走ってて、で、その次を問題、問題っていうか、もうこの左下のさ、もうこれ、たくみくん、本当にさ、電動のさ、キックボードも乗ってたね。 そう。なんかさ、何乗っとるんかねとか言ってさ、ティザーンでね。言っててさ、うん、今、今話題のさ、危険なさ、電動キックボードじゃないとか言ったらさ、本当に乗っとってさ、申し訳ない危険とか言ってさ。<laughs> そう。しかも、いやでも視線逸らしとるから、多分そんな危ないの乗ってないよとか言ったら、本当に乗っとったね。<laughs> <laughs> プロカったねキックボードの。プロかったプロかたしかも結構みんな自転車系なり匠君だキックボードなの。分からない。この映ってるシーンだとね。んとうん。あとはなんか n j かなスケボーみたいな感じのもあるわ。あ本当？このスクショではあれだったけどそっかその前後ね分かるうんうん。あとそうだね二人乗りとかね<あ>ピピーみたいな。そう。本当だ二人乗りしちゃいけないからね。そうピピーだよ。 いやや、<laughs> 警察<を笑> <laughs>。てか、そもそもヘルメット着用だから <laughs>。そもそも。そうだよね。そうだよね。<laughs> うん。本当だ、本当だ。このスクショのシーンではあれだけど、そうだ、M、MJ とかもなんかあれだね。うん。なるほどね。えー、いいじゃん。えー、じゃあ結局みんなで移動してんじゃん。みんな、みんな一緒なんだね。わかる なんか、ちょっとアイス買いに行こうぜ、みたいな。コンビニアイス買いに行こうぜ、みたいな。俺も俺もゾロゾロゾロみたいな。えー、楽しい。えー、そいちゃん楽しいやつ。俺待ってるから買ってきて、って、そのパターンも好きだけど、全員で結局行っちゃうみたいなのも超好き。いいね、わかるわかる。いいね、この、大人数っていうのがいいんよね、またね。そうだね。ええー、混ぜてよ。一 <laughs> 人ぐらい寄ってもわか,、ね、からんよね。わからん、わからん、わかるよ。さすがにわかるわ。<laughs> <laughs> お前誰ってなるから。<laughs> <laughs> 違和感しか感じんよね。<laughs> 違和感しか感じんと思う。いや、いいなー最高。だから結局さ、雄大とまさに、だから、と兄弟が二人乗りしてるね。同じ誕生日の二人が。うん。うんう,ん、うん。そっかそっか。で、最後が、ま、花火シーンで、ま 今回はたっくみくんとひろむもね、あの、花火持ってるから、これも全員でやってるんかな結局花火は。うん。ね、わからんけどいいね。なんかさ、うん、花火も結局ね、もう K-POP 大好きシーンだからさ。そうだね。でもほんとさ、なんかこう、よくあるけど、ほんと見れると、もう眩しくて最高に好きみたいな。うん。ね。きらめきが好きみたいな。そう,そうそう。わかる。一生やっててほしいもんわかる。いいよね。ねうん。 嬉しい。なんかこの、いいね。なんかその、いいちゃんがやってるのもまたいいね。うん。で、以上でね、今回は INI の花、m v ティザーシャープ2が公開されたので、そちらも話はしてたけど、 いやなんかさらにね、ストーリー性がね、感じられるキザになってたから、多分 MV はもっとすごいんだろうね。うん。ね。こう見た時になんか感動する仕掛けがあったりするんかねなんか。うん。いやなんかちょっとすでにちょっと込み上げてくるものあるから、多分 MV 一本作品として見たらすごい感動しそう。わ、うん、かるわ。うん、なんかいいよね。そういうストーリー性って確かに、なんか最近さ、マジで大声ダイヤモンド AKB48 久々に見たら、あれもやっぱストーリー性だけど、ベタだけど けどめちゃくちゃゃくいいなと思ったんよねわかるなか結局なんかベタを求めてる自分とかいるしわかるうんそうなんだから本当 MV 完成したやつ早う見たいねねえアイドルと青春は永遠だからそうなんぼあってもええんやからねそう本当。だからさナイの花の MV が楽しみだよねそうだね